今日は A3 板バッグにブロマイドの板場を組んでいきます。なんかね、最近結構私は好き、私も友達も好きなんだけど、ブロマイドとかチキとかでやるのが好きで、まず同じ絵柄のブロマイドを用意します。全部同じです。全部同じ恋物、こちら生誕祭にてランダムチェキで販売しておりますので、同じ絵柄をぜひ皆さん集めてください。同じ絵柄、あのちょっとここに置いとこう。アクリルスタンドの小籔ちゃんママの置いとくね。あの板場缶バッジで組むよりも簡単にできます。簡単だし費用が安いということで、やっていきたいと思います。まずですね、これ本当に恋物の私物のS3板場でクソほど汚いんだけど、ちょっと恋物さんここにいてね。なんだけど、まずこう透明のね、本当に汚くてごめんね、地面にでも置いてて椅子が汚いんだけど、こうまずこれを開けます。開けました。そしたらで用意するものは、まずクリアファイルですね。クリアファイルをこう置いてみてください。皆さんここにこう、ほらいいですか、これを。でもう一個置きますと、でこれよく見るとわかるんですけど、ちょっと重なってますね。この A3 の大きさに対してちょっとこの重なってる部分があるじゃないですか。ここをまず両面テープで固定します。いくよ、両面テープでまずね、このね、絶妙にちょっと本当にさ、私物のカバンがさ、ちょっと使いすぎてて言うことを聞かないんだけど、まずこの重なってる部分、これをまず固定していく。これをまず固定していきます。こう絶妙と角とね、こう角を合わせてこう重なる部分って絶対にあると思うので、それを固定していきます。これですね、両面テープで固定していきます。本当はもうちょっと太い両面テープの方がしっかり補強されていいんですけど、今ちょっと事務所にというか、私がね、あの板バッグを組む方の缶バッジの方のやつで使い切ってしまったので、今回は通常のねやつで作っていきたいと思いますよ。ね、両面テープでくっつけちゃいます。クリアファイルまず2枚を適正サイズにくっつけます。いいですか、よし、出来上がりました。こうです。これが板バッグの土台になります。いいですか、これが土台です。皆さんここまでできましたでしょうか。まずクリアファイル2枚をくっつけます。ランチョンマットとかでもいいんですけど、クリアファイルの、本当はクリアファイルちょっと固めのクリアファイルあるじゃないですか、しっかりめみたいな、それをご用意いただくのがベストです。で次に用意するもの、こちら各100円ショップさんなどで売っておりますが、 B7 サイズの硬質カードケースです。特に私は UV カット、最近出てる UV カットのものをおすすめしております。こちらを使っていくんですよ。よいしょよいしょ、準備が悪くてすみませんね。これをね使っていきますよ。基本きっとこれは会場で見本として展示されることでしょう。ぜひあのご覧あそばせ。ぜひね、これを組むためにみんなでね、テーブルの同じ宅の人やら隣の宅の人やらと一緒にね、こうブロマイド交換し合ったりとかしてもらえたらすごく嬉しいなというのが恋物の狙いです。
ちゃ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 。よいしょ。はい。やん。で、縦の場合は、ちょっと重なるように、これにこうやって、ちょっと、こうね、ここにこう4枚こう並べて、行って、ここがちょっと重なるくらいで、3、だから縦3、横4でいきたいんですね。で、これがブロマイドが横の場合だと、この横3、縦3でいけるんですよ。なので、この絵を参考に横のブロマイドの方で組みたいという人は、ぜひ9枚集めて、見本これを参考にして、横3、縦3で組いて、組んでください。はい。さあ、では早速組んでいきたいと思うんですが、まず組む前にやる大切なこと。こちらもですね、ブロマイドスリーブ。ブロマイドスリーブに、この大切なブロマイドを、まず、みんなにとってはきっと大切でしょう、このブロマイド。ね。しまっていきます。しまっていきます。まあ、ちょっとここで割愛。はい、割愛。で、しまったものを、硬質カードケース。こちら B7 サイズです。皆さんお間違いなく。B7 ですよ。B7。しまいます。できました。ね。これを、あとはもう並べていくだけ。とても簡単な作業です。これをこうやって並べていくだけです。もうあとは全部入れてみましょう。とりあえずブロマイドはまず一旦、全部入れてみましょう。で、ちょっと、ブロマイドで組むと、隙間ができちゃうと思うんですね。その隙間ができたところに関しては、シールとかでデコってもらう。シールでデコると、すごく、こう、さらに華やかさが増して、かつ、推しへの愛、こう、キラキラ、推しのキラキラを表現したりとか、推しのこの、好きな色でやったりとかすると、とてもまとまりが出て、私的には、おすすめですね。もう、早速やっていきますよ。今回、ちょっと細い両面テープなんですけれども、本来はこれをこの太い両面テープでやると一気に終わります。が、今日は残念ながらないので、細い両面テープを駆使して、やっていきたいと思いますよ。これもなくなったらごめんなさい。事務所の人ごめんなさい。よいしょ。早速ね、していきたいと思います。こうね。こう。こう。ちょっと余白ができてもシールでごまかせる。大丈夫。ほら、もう一列組めました。で、さらに、これを、どんどん同じ作業を、あと、3列繰り返すだけで、なんと、板バッグの出来上がり！はぁ！びっくり！簡単です！なので、缶バッジで組むのが難しいよって人でも、ブロマイドは手軽にね、こうやって作ることができるし、小渕ももな、ブロマイドをなんだかんだ定期的にね、出したりとかしてますので、ちょっとこれお見本なので汚れてるやつなんですけれども、皆さんのお手元に行くやつはきっとちゃんとね、汚れてないブロマイドをお届けするので、ちょっと安心してもらえたらいいんですけど、まあ気にしないでください。ただの見本です、こちら。お気になさらず。ね、こうやって本当にもう入れるだけで簡単にできちゃう。もう、で、あとは、もう、あとはお好きなように装飾とかをつけてもらうっていうのが一番いいかなと思います。
とお見本でこれ釣った印刷したものをいただいて今試作しているので、ブロマイドが若干汚れたりもしておりますが、皆様のお手元のブロマイドは綺麗なもののみをね厳選してお届けしておりますので安心してください。そして武器をまず硬質ケース、硬質カードケースをこうやって綺麗にまず開けることもできない。はい、できました。もう簡単な作業なんですよこれは。とてもびっくりでしょ。まずブロマイドを12枚、もしくは横のブロマイドを9枚集めるところからがスタートです。でもでそれでプラスあと100円ショップでこうシール、こう美獣のシールとかいろいろ買ったりして、それをこうね間が空いているところとか縁とか四隅とかシール貼ってデコったりすると可愛くなると思います。あの私の板バッグ、小倉ゆいちゃんの板バッグが絶そんな感じになってるので、もしね気になる人は過去のポストだったりとか過去のねインスタグラムのポストだったりだとか、そういうところから見てもらえたらいいかなと思います。よし、でここからがちょっと重要、ちょっと重なるようにしなきゃいけないので、バランスを見なくちゃいけないんですね。はい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 、こうですよ。バランスを3つこうやっていきます。まず1列やってしまえばもうあと同じ高さ同じ感じで作っていけばもう出来上がりなので、とても楽です。素晴らしい。もうねこれだけで済むんですよ。あ、両面テープなくなった。両面テープなくなった、ごめんなさい。まあまあ見本なのでなんとかなります、大丈夫です。はあ、もうね、なんでちょっと両面テープと仲良くできないみたいです、恋部長は。はい。ね、こう、まずこう、ね、こう、こんな感じかなーって言って、こう、様子見て、こう。もうちょっと真ん中の方をちょっと上にずらした方がいいなーとか、こういう、ちょっと微調整をね、します。多分ここがベストです。これです。これであと下もくっつけます。もうこれで縦一列が出来上がりましたね。見て可愛いでしょ、すごく可愛い。こんな感じかな。あとはもう一列やったやつに合わせて同じ高さでくっつけていく、同じ高さ同じ間隔であとはしていくだけなので本当に楽なんですよね。缶バッジで組むよりも楽だし、でもこの缶バッジで組むよりも楽だからって愛情がこもってないわけじゃないんですよ。そもそも同じ絵柄のブロマイドをいっぱいねゲットするっていうこと自体がそもそも愛情なので、だしこれは基本的に恋ブチは違う絵柄よりも同じ絵柄でまとめて組んだ方が統一感が特にこの生誕のものに関してはあっていいかなって思いますと喋ってる間になんと出来上がりました。かわいい。ということでカバンに入れてみたいと思います。カモン A3 板場、小屋節の私物のあちこちいろんなものに使われている A3 板場、じゃじゃーん、出来上がりました。見てすごく可愛いんです。でもここでこれだけでも可愛いんだけど、今日はないんですけど、ここにこうねラインシールとかを貼ったりとかするとさらに可愛くなります。可愛くなります。これね日本ですので会場に飾ってもらえそうなら飾ってもらおうかなと思うので、よければねこれを参考にして板バッグ組んでもらえたら嬉しいなと思います。めっちゃいいよね。ほら簡単だって、今もう15分くらいしか経ってないんですけどもうできちゃったのでとても簡単にできます。
ね、キラキラ乗せるときはここのねちょっと隙間とかがこう空いてると思うんですよ。ちょどうしても個室カードと個室カードケースの間が空くんですよね。そこを埋める感じでキラキラをつけてきてもらえると、こう恋口の今回の生誕のビジュアルって、アクリルもこのアクリルもそうだけど、すごいお姫様感があってキラキラじゃないですか。だからそれがさらにキラキラ度がパワーアップするっていう、そういう仕様になっております。はい、ということでですね、簡単にできちゃいました。わお、わお。ということでこちら皆さんもぜひチャレンジしてください。会場でブロマイド購入される方はぜひ同じ絵柄をね頑張って12枚から9枚集めてもらい、好きな絵柄でこうやって恋物の愛をね伝えてもらえたら嬉しいです。これをね、なんか恋物のファンの人ってラブチーズって板バッグを持ってくれる人がちょくちょくいて、それが増えていってくれたらすごく嬉しいなーって。なんか他の女優さんではそういうのってない文化だから、恋物のラブチーズならではの文化としてこう広めていけたらいいなと思うので、皆さんのご協力よろしくお願いします。ぜひブロマイド同じ絵柄いっぱい集めてください。てか同じ絵柄何枚やってもさ、正直布教活動ができるじゃん。このうちの好きな推しこんなに可愛いんですよって言って布教活動もできると思うので、よかったらいっぱいブロマイドをゲットしてください。皆さんの目標は何ですか？皆さんが集めたい絵柄は何かな？何が集めたいですか？ぜひぜひ教えてください、コメント欄で。ではでは、ここでお別れです。わーん、生誕に向けて恋物ママナ頑張ります。バイバーイ。